伊藤幸野菊の墓「後の月という自分が来るとどうも思わずにはいられない」「幼いわけとは思うが何分にも忘れることができない」「もはや10年余りも過ぎ去った昔のことであるから細かい事実は多くは覚えていないけれど心持ちだけは 今なお昨日のごとく、その時のことを考えてると、全く当時の心持ちに立ち返って、涙が止めどなく湧くのである。悲しくもあり、楽しくもありというようなありさまで、忘れようと思うこともないではないが、むしろ繰り返し繰り返し考えては、無限的の興味をむさぼっていることが多い。そんなわけから、 ちょっと物に書いておこうかという気になったのである。僕の家というのは松戸からにりばかり下って矢切の私を東へ渡り小高い丘の上でやはり矢切村と言っているところ。矢切の斎藤といえばこの界隈での旧家で里見の崩れが二三人ここへ落ちて 百姓になったうちの一人が斎藤と言ったのだとじじいから聞いている。屋敷の西側に一条五六尺も回るような椎の木が四五本重なり合って立っている。村一番の井森で村中から羨ましがられている。昔から何ほど嵐が吹いてもこのしい森のために 僕の家ばかりは屋根を剥がれたことはただの一度もないとの話だ。家なども随分と古い。柱が残らずしいの木だ。それがまたすすやら赤やらで何の木か見分けがつかぬぐらい、奥の間の最も煙に遠いとこでも天井板がまるで油ずみで塗ったように、板の木目も分からぬほど黒い。 それでも立ちは割合に高くて、簡単な欄間もあり、銅の釘隠しなども打ってある。その釘隠しが馬鹿に大きい癌であった。もちろん、ちょっと見たのでは、木か金かもしれないほど古びている。僕の母なども、先祖の言い伝えだからと言って、この戦国時代の異物的古い家を大変に自慢されていた。 その頃母は血の道で久しく患っておられ黒塗り的な奥の一間がいつも母の病状となっていたその次の十畳の間の南隅に二畳の小座敷がある僕がいない時は旗折り場で僕がいるうちは僕の読書室にしていた手すり窓の障子を開けて頭を出すと C の枝が青空を遮って北を覆っている。母が長らくぶらぶらしていたから、市川の親類で僕には縁のいとこになっている民子という女の子が、仕事の手伝いやら母の看護やらに来ておった。僕が今忘れることができないというのは、その民子と僕との関係である。 その関係といっても、僕は民子と下劣な関係をしたのではない。僕は小学校を卒業したばかりで15歳。月を数えると13歳何ヶ月という頃。民子は17だけれど、それも生まれが遅いから15と少しにしかならない。痩せぎすであったけれども、顔は丸い方で。 透き通るほど白い皮膚に赤みを帯んだ、誠に艶のいい子であった。いつでも生き生きとして元気がよく、そのくせ気は弱くて、肉毛の少しもない子であった。もちろん僕とは大の仲良しで、座敷を履くと言っては僕のところを覗く、障子をはたくと言っては僕の座敷へ入ってくる。私も本が読みたいの、 手習いがしたいいのという。たまには畑の絵で僕の背中をついたり僕の耳をつまんだりして逃げてゆく僕も民子の姿を見れば「こいこい」と言うて二人で遊ぶのが何より面白かった母からいつでも叱られる「また民家はマサのところへ入っているな」「こらさっさと掃除をやってしまえ」 これからはまさの読書の邪魔などをしてはいけません。民は年上のくせに。などとしきりに小言を言うけれど、その実母も民子をば非常にかわいがっているのだから、一向に小言がきかない。私にも少し手習いをさして。などと時々民子はだだを言う。そういう時の母の小言も決まっている。 お前は手習いをかほうです。着物が満足に縫えなくては、女一人前として嫁に行かれません。このころ僕に一点の邪念がなかったはもちろんであれど、民子の方にも嫌な考えなどは少しもなかったにそういない。しかし母がよく小言を言うにもかかわらず、民子はなお朝のごはんだ、昼のごはんだというては、 僕を呼びに来る呼びに来るたびに急いで入ってきて本を見せろの筆を貸せのと言ってはしばらく遊んでいるその暇にも母の薬を持ってきた帰りや母の用を足した帰りにはきっと僕のところへ入ってくる僕も民子がのぞかない日はなんとなく寂しく物足らず思われた 今日は民さんは何をしているかなと思い出すと、ふらふらっと書室を出る。民子を見に行くというほどの心ではないが、ちょっと民子の姿が目に触れれば気が落ち着くのであった。なんのこった、やっぱり民子を見に来たんじゃないかと、自分で自分をあざけったようなことがしばしばあったのである。村のある家さ。 ごぜが止まったから聞きに行かないか、サイが来たから聞きに行こうのと、近所の女どもが誘うても、タミ子は何とか断りを言うて、決して家を出ない。隣村の祭りで花火や飾り物があるからとのことで、例の向こうのお浜や、隣のおんらが大騒ぎして見に行くというに、うちの者らまで、タミさんも一緒に行って見てきたら、と言うても、 タミコは母の病気を言いいいまにしていかない僕もあまりそんなところへ出るは嫌であったから、うちにいる。民子はこそこそと僕のところへ入ってきて、小声で、私はうちにいるのが一番面白いわと言ってにっこり笑う。僕も何となし民子おばそんなところへやりたくなかった。僕が、 三日おき四日おきに母の薬を取りに松戸へ行く。どうかすると帰りが遅くなる。民子は三度も四度も裏坂の上まで出て私の方を見ていたそうで、いつでもうち中の者のに冷やかされる。民子は真面目になって、お母さんが心配して見ておいで見ておいでと言うからだと言い訳をする。家の者は皆、 ひそひそ笑っているとの話であった。そういう次第だから、作女のおますなどは、無情と民子を小らにくがって、何かというと、民子さんは正雄さんとこへばかり行きたがる。暇さえあれば正雄さんにこびりついている。などとしきりに言いはやしたらしく、隣のおせんや向こうのおはまらまで、かれこれ噂をする。 これを聞いてか兄嫁が母にししたらしくある日母は常になく難しい顔をして二人を枕元へ呼びつけ意味ありげな小言を言うた「男も女も十五六になればもはや子供ではない」「お前ら二人があまり仲がよすぎるとて人がかれこれ言うそうじゃ気をつけなくてはいけない」 これからはもう決してマサのところへなど行くことはならぬ。我が子を許すではないがマサはまだ子供だ。民屋は十七ではないか。つまらぬうわさをされるとお前の体に傷がつく。マサをだって気をつけろ。来月から千葉の中学へ行くんじゃないか。民子は年が多いし。 かつは意味あって僕のところへ行くのであろうと思われたと気がついたか非常にはじいた様子に顔真っ赤にしてうつむいている常は母に少しぐらい小言言われても随分だだを言うのだけれどこの日はただ両手をついてうつむいたきりひと言も言わない何のやましいところのない僕はすこぶる不平でお母さん そりゃあんまりご無理です。人が何と言ったって、私らは何のわけもないのに、何か大変悪いことでもしたようなお小言じゃありませんか。お母さんだっていつもそう言っていたじゃありませんか。民子とお前とは兄弟も同じだ。お母さんの目からは、お前も民子も少しも隔てはない。仲良くしろよと、いつでも言ったじゃありませんか。母の心配も。 道理のあることだが、僕らもそんないやらしいことを言われようとは少しも思っていなかったから、僕の不平もいくらかの理はある。母はにわかに優しくなって、お前たちに何のわけもないことは、お母さんも知ってるがね、人の口がうるさいから、ただこれから少し気をつけてというのです。色あおざめた母の顔にも、 いつしか僕らを真からかわいがる絵みがたたえているやがて「民家はあのまた薬を持ってきてそれから縫いかけの合わせを教授に仕上げてしまいなさい」「マサは立ったついでに花を切って仏壇へささげてください」「菊はまだ咲かないかそんならシオンでも切ってくれよ」「本人たちは何の気なしであるのに」 人がかれこれ言うので、かえって無邪気でいられないようにしてしまう。僕は母の小ごとも一日しか覚えていない。二三日たって、民さんはなぜ近頃は来ないのか知らんと思ったくらいであったけれど、民子の方では、それからというものは、様子がカラッと変わってしもうた。民子はその後、 僕のところへは一切顔出ししないばかりでなく、座敷のうちで行き合っても、人のいる前などでは容易に物も言わない。なんとなく決まり悪そうに、眩しいような風で急いで通り過ぎてしまう。読んどころなく物を言うにも、今までの無遠慮に隔てのない風はなく、嫌に丁寧に改まって口を聞くのである。時には僕が、 あまりにわかに改まったのをおかしがって笑えば民子もついには袖で笑いを隠して逃げてしまうというふうでとにかく人への柿が二人の間に結ばれたような気合になったそれでもある日の4時過ぎに母の言いつけで僕が瀬戸のナス畑にナス思いでいるといつの間にか民子がざるを手に持って 僕の後ろに来ていたマサオさん出し抜けに呼んで笑っている私もお母さんから言いつかってきたのよ今日の縫い物は肩が凝ったろ少し休みながらなす思いで来てくれ明日麹漬けをつけるからってお母さんがそう言うから私飛んできました民子は非常に嬉しそうに元気いっぱいで 僕が「それでは僕が先に来ているのを民さんは知らないで来たの?」と言うと民子は「知らなくてさ」ニコニコしながらナスを取り始めるナス畑というのは椎盛の下から一重のやぶを通り抜けてうちより西北にあたる裏の洗剤畑崖の上になっているので利根川はもちろん 中川までもかすかすに見見え、武蔵一円が見渡される。秩父から足柄箱根の山々富士の高根も見える東京の上野の森だというのもそれらしく見える水のように澄み切った秋の空日は一見半ばかりの辺に傾いて僕ら二人が立っている那須畑を正面に照り返している。 あたり一体にしんとして、またいかにもはっきりした景色。我ら二人は真に画中の人である。まあ、なんといういい景色でしょう。民子もしばらく手をやめて立った。僕はここで白状するが、この時の僕は確かに10日以前の僕ではなかった。二人は決してこの時。 無邪気ななではなかった。いつの間にそういう心持ちが起こっていたか自分には少しもわからなかったがやはり母に叱られた頃から僕の胸の内にも小さな恋の卵がいくつか湧き染めておったに違いない僕の精神状態がいつの間にか変化してきたわ。隠すことのできない事実である この日初めて民子を女として思ったのが僕に邪念の目指しありし何よりの証拠じゃ民子が体をくの字にかがめてナスをもぎつつあるその横顔を見て今更のように民子の美しくかわいらしさに気がついたこれまでにもかわいらしいと思わぬことはなかったが今日はしみじみと その美しさが身に染みにした。しなやかにつやのある瓶の毛に包まれた耳たぼ、豊かな頬の白く鮮やかな、顎のくくしめの愛らしさ、首のあたりいかにも清げなる藤色の半襟や花染めのたすきや、それらがことごとく優美に目に留まった。そうなると恐ろしいもので、物を言うにも、 思い切ったことは言えなくなる。恥ずかしくなる。決まりが悪くなる。皆、例の卵の作用から起こることであろう。ここ10日ほど、中書きの隔てができて、ろくろく話もせなかったから、これも今までならば、無論、そんなこと考えもせぬに決まっているが、今日はここで何か話さねばならぬような気がした。 僕は初はめ無造作に「民さん」と呼んだけれどあとは無造作に言葉が継がないおかしく喉が詰まって声が出ない民子はナスを一つ手に持ちながら体を起こして「マサオさん何?」なんでもないけど民さんは近頃変だからさ僕なんかすっかり嫌いになったようだもの タミ子はさすがに女性でそういうことには僕などよりはるかに神経が鋭敏になっているさも口惜しそうな顔してつと僕のそばへ寄ってきたマサオさんはあんまりだわ私がいつマサオさんに隔てをしました何さこのごろタミさんはすっかり変わっちまって僕なんかに用はないらしいからよそれだって 民子はせき込んで「そんなこと言うわそりゃ正雄さんひどいわご無理だわこの間は二人を並べておいてお母さんにあんなに叱られたじゃありませんかあなたは男ですから平気でおいでだけど私は年は多いし女ですものああ言われては実に面目がないじゃありませんか」。 それですから私は一生懸命になってたしなんでいるんでさそれをマサオさん隔てるの嫌になったろうのと言うんだもの私は本当につまらない民子は泣きだしそうな顔つきで僕の顔をじっと見ている僕もただ話の小口にそういうたまでであるから民子に泣きそうになられては かわいそうに気の毒にのなって「僕は腹を立って言ったではないのに民さんは腹を立ったの僕はただ民さんがにわかにかわって会っても口もきかず遊びにも来ないから嫌に寂しく悲しくなっちまったのさそれだからこれからも時々は遊びにおいでよお母さんに叱られたら僕が戸がをせおうから」。 人が何と言ったってよいじゃないか。何と言うても子供だけにむちゃなことを言う。むちゃなことを言われて民子は心配やらうれしいやら、うれしいやら心配やら、心配とうれしいとが胸の中でごったになって争うたけれど、とうとううれしい方が勝ちを占めてしまった。なお、みことよこと話をするうちに民子は 鮮やかな曇りのない元の元気になった。僕ももちろん愉快があふれる。宇宙間にただ二人きりいるような心持ちにお互いになったのである。やがて二人はナスのもぎくらをする。大きな畑だけれど、10月の半ばすぎではナスもちらほらしかなっていない。二人でようやく2升ばかりずつを取り得た。 まあ民さんごらんなさい入り火の立派なこと民子はいつしかざるを下へ置き両手を鼻の先に合わせて太陽を拝んでいる西の方の空は一体に薄紫にぼかしたような色になったひた赤く赤いばかりで光線の出ない太陽が今 その半分を山にうずめかけたところ、僕は民子が一心入り火を拝む潮らしい姿が長く目に残っている。二人が四年なく話をしながら帰ってくると、瀬戸口の四つ目垣の外に、おますがぼんやり立ってこっちを見ている。民子は小声で、おますがまた何とか言いますよ。 二人ともお母さんに言いってきたのだから、おますなんか何と言ったって構やしないさ。一事件を降るたびに、二人が胸中に湧いた恋の卵は、傘を増してくる。木に触れて交換する双方の医師は、直ちに互いの胸中にある、例の卵に、次第な養分を給与する。今日の日暮れは確かに、 その木であった。ぞっと身震いをするほど、著しき兆候を表したのである。しかし、何と言うても、二人の関係は、卵時代で極めて取りとめがない。人に見られて見苦しいようなこともせず、帰り見て自らやましいようなこともせぬ。従って、まだまだのんきなもので、人前を作ろうというような心持ちは、 極めて少なかった僕と民子との関係もこのぐらいでおしまいになったならば十年忘れられないというほどにはならなかっただろうに親というものはどこの親も同じで我が子をいつまでも子供のように思うている僕の母などもその一人に漏れない 子はその後時折僕の書室へやってくるけれどよほど人目を計らって木骨を折ってくるような風でいつ来ても少しも落ち着かない。先に僕に嫌みを言われたから仕方なしに来るかとも思われたがそれは間違っていた。僕ら二人の精神状態は二三日と言われぬほど著しき変化を遂げている。 僕の変化は最も甚ははだしい、三日前には、お母さんが叱れば、私がとがを背負うから遊びに来てとまで無茶を言うた僕が、今日はとてもそんなわけのものでない。民子が少し長いをすると、もう気がとがめて、心配でならなくなった。民さん、またおいでよ。あまり長くいると人がつまらぬことを言うから。 民子も心持ちは同じだけれど僕にもう行けと言われると妙にすねだす「あれあなたはこないだ何と言いました人が何と言ったってよいから遊びに来いと言いはしませんか私はもう人に笑われてもかまいませんの」。困ったことになった2人の関係が密接するほど人目を恐れてくる。 人目を恐れるようになっては、もはや罪悪を犯しつつあるかのごとく、心もおどおどするのであった。母は口でこそ、男も女も十五六になれば子供ではないと言っても、それは理屈の上のことで、心持ちではまだまだ二人をまるで子供のように思っているから、その後民子が僕の部屋へ来て、本を見たり話をしたりしているのを、 すぐ前を通りながら一向気に留める様子もない。この間の小言も実は兄嫁が言うたから出たまでで本当に腹から出た小言ではない。母の方はそうであったけれど兄や兄嫁やおますなどは盛んに陰言を言うて笑っていたらしく村中の評判には二つも年の多いのを嫁にする気かしらんなどと もっぱら言うているとの話それやこれやのことがうすうす二人に知れたので僕から言い出して当分二人は遠ざかる相談をした人間の心持ちというものは不思議なもの二人が少しも各位なき特心上の相談であったのだけれど僕の方から言い出したばかりに民子は妙に塞ぎ込んで まるで元気がなくなり、焦然としているのである。それを見ると僕もまたたまらなく気の毒になる。感情の一進一退は、こんなふうにもつれつつ、危うくなるのである。とにかく二人は、表面だけは立派に遠ざかって、四五日を経過した。陰歴の九月十三日。 梅雨霜が降りたというほど冷たい。その代わり天気はキラキラしている。十五日がこの村の祭りで、明日は酔い祭りというわけゆえ、野の仕事も今日一渡り決まりをつけねばならぬところから、家中手分けをして野へ出ることになった。それで甘露的恩命が僕ら二人に下ったのである。 兄夫婦とおますとほかに男一人とは中稲の狩り残りをぜひ買ってしまわねばならぬ。民子は僕を手伝いとして山畑の綿を取ってくることになった。これはもとより母の指図で誰にも意義は言えない。まあ、ああの二人を山の畑へやるって親というものよっぽどおめでたいものだ。 奥底のないおますと意地曲がりの兄嫁とは口を揃えてそういった日がいない。僕ら二人はもとより心の底では嬉しいにそういないけれど、この場合二人で山はたえ行くとなっては人に顔を見られるような気がして大いに決まりが悪い。義理にも進んで行きたがるようなそぶりはできない。僕は朝半前は所質を出ない。 タミ子も何かぐずぐずして支度もせぬ様子「もううれしがって」と言われるのが口惜しいのである母は起きてきて「正雄も支度しろ」「民屋もさっさと支度して早く行け」「二人で行けば一日には楽な仕事だけれど道が遠いのだから早く行かないと帰りが夜になる」 なるだけ日の暮れないうちに帰ってくるようによ。おますは二人の弁当をこしらえてやってくれ。おさいはこれこれのもので。まことに親の心だ。民子に弁当をこしらえさせては自分のであるからおさいなどはろくなものを持っていかないときがついてちゃんとおますに命じてこしらえさせたのである。僕はズボン下に旅はだし。 麦わら棒といういでたち。民子は手差しを履いて、桃引きも履いてゆけと母が言うと、手差しばかり履いて、桃引き履くのにぐずぐずしている。民子は僕のところへ来て、桃引き履かないでもよいように、お母さんにそう言ってくれという。僕は、民さんがそう言いなさいという。押し問答をしているうちに、母は聞きつけて笑いながら、 たミみやは町場ものだから、ももひきはくのはきまりがわるいかいわたしはまた、おまえがやわらかい手足へ、いばらやすすきで傷をつけるがかわいそうだからそういったんだが、いやだと言うなら、おまえのすきにするがよいさ。それでたみこは、れいのたすきにま掛かけすがたで、あさうらぞおりというしたく。ふたりがいっとざるひとつずつをもち、 僕が別に万女かたかごと天秤とを肩にして出かける。民子があとからすげがさをかぶって出ると母が笑い声で呼びかける。みやお前がすげがさをかぶって歩くとちょうどキノコが歩くようでみっともない。網傘がよかろう新しいのが一つあったはずだ。稲刈り連は出てしまって。 別に笑うものもなかったけれど、民子は慌ててすげがさを脱いで、顔を赤くしたらしかった。今度は網さをかぶらずに手に持って、それじゃお母さん行ってまいりますと挨拶して走って出た。村の者らもかれこれ言うと聞いているので、二人揃うて行くも人前恥ずかしく、急いで村を通り抜けようとの考えから、 僕は一足先になって出かける。村ずれの坂の折口の大きなイチョの木の根で、民子の来るのを待った。ここから見下ろすと少しの田んぼがある。色よく黄ばんだ押し根に露を帯んでしっとりと打ち伏した光景は、気のせいかことにすがすがしく、胸のすくような眺めである。民子はいつの間にか来ていて、 昨日の雨で洗い流した赤土の上に2歯みは、イチョウの葉の落ちるのを拾っている「タミさんもう来たかいこの天気のよいことどうですほんとに心持ちのよい朝だねい」「ほんとに天気がよくてうれしいわ」「このまあイチョウの葉のきれいなこと」さあ出かけましょう」 タミ子の美しい手で持ってると、イチョウの葉もことにきれいに見える。二人は坂を下りて、ようやく窮屈な場所から広場へ出た気になった。今日は大急ぎで綿を取り片づけ、散々面白いことをして遊ぼうなどと相談しながら歩く。道の真ん中は乾いてるが、両側の田についているところは、つゆにしとしとに濡れて、 いタウコギは裏がれて水そばたてなどを一番多く茂っているミヤコグサも黄色く花が見える野菊がよろよろと咲いている「タミさんこれ野菊が」と僕は我知らず足を止めたけれどタミ子は聞こえないのかさっさと先へ行く僕はちょっと脇へ物を置いて の民子は,は一丁ほど先へ行ってから気が付いて振り返るやいなや「あれ?」っと叫んで駆け戻ってきた民さんはそんなに戻ってきないったって僕が行くものをまあ正雄さんは何をしていたの私びっくりしてまあきれいな野菊正雄さん 私に半分遅れたら私本当に野菊が好き僕は元から野菊が大好き民さんも野菊が好き私何でも野菊の生まれ帰りよ野菊の,の花を見ると身震いの出るほど好ましいのどうしてこんなかと自分でも思うくらい民さんはそんなに野菊が好きどうりで どうやら民さんは野菊のような人だ民子は分けてあった半分の野菊を顔に押し当てて嬉しがった二人は歩き出すマサオさん私野菊の,のようだってどうしてですかさあどうしてということはないけど民さんは何がなし野菊の,のようなふうだからさそれで まさおさんは、野んが好きだって。僕、大好きさ。タミ子は、これからはあなたが先になってと言いながら、自らは後になった。今の偶然に起こった簡単な問答は、お互いの胸に強く言う意味に感じた。タミ子もそう思ったことは、そのそぶりでわかる。ここまで話が迫ると、 もうその先を言い出すことはできない。話はちょっと途切れてしまった。何と言っても幼い両人は、今、罪の神に翻弄せられつつあるのであれど、野菊のような人だと言った言葉についで、その野菊を僕は大好きだと言った時すら、僕はすでに胸に動機を起こしたくらいですぐにそれ以上を言い出すほどに、 ままだまだズーズーしくはななっていない。民子も同じこと物に突き当たったような心持ちで強くお互いに感じた時に声は詰まってしまったのだ二人はしばらく無言で歩くまことに民子は野菊のような子であった民子は全くの田舎風ではあったが決してそやではなかった可憐で優しくて そうして品格もあった。嫌味とか肉毛とかいうところは爪の赤ほどもなかった。どう見ても野くの風だった。しばらくは黙っていたけれど、いつまで話もしないでいるはなおおかしいように思って、無理と話を考え出す。タミさんはさっき何を考えてあんなに脇見もしないで歩いていたの私 何も考えていやしませんたみさんはそりゃ嘘だよ。何か考え事でもしなくてあんなふうをするわけはないさ。どんなことを考えていたのか知らないけれど隠さないだってよいじゃないか。マサオさんすまない。私さっき本当に考え事をしていました。私つくづく考えて情けなくなったの。私はどうして さんようか年が多いんでしょう私は17だと言うんだもの本当に情けなくなるわ民さんは何のことを言うんだろう先に生まれたから年が多い17年育ったから17になったのじゃないか17だから何で情けないのですか僕だって再来年になれば17歳さ民さんは本当に妙なことを言う人だ 僕も今民子が言ったことの心を消せぬほど子供でもない。わかってはいるけどわざと戯れのように聞きなして振り返ってみると民子は真に考え込んでいるようであったが僕と顔を合わせて決まり悪げににわかに脇を向いた。こうなってくると何を言うてもすぐそこへ持ってくるので話が行き詰まってしまう。 二人のうちでどちらか一人が少しほんのわずかにでも押しが強ければ、こんなに話が行き詰まるのではない。お互いに心持ちは奥底までわかっているのだから、吉野神を突き破るほどにも力がありさえすれば、話の一歩を進めてお互いに開け放してしまうことができるのである。しかしながら、心底からおぼこな二人は、 その吉野神を破るほどの推しがないのである。またここで話の皮を切ってしまわねばならぬというような、はっきりした意識ももちろんないのだ。いわばまだ取り留めのない乱的の恋であるから、少しく心の力が必要なところへ来ると、話が行き詰まってしまうのである。お互いに自分で話し出しては、 自分が決まり悪くなるようなことを繰り返しつつ、育長家の道を歩いた。言葉数こそ少なけれ、その言葉の奥には、二人ともに無料の思いを包んで、決まりが悪い感情のうちには、何とも言えない深き愉快をたたえている。それで、いわゆる足も空に、いつしか田んぼも通り越し、山道へ入った。 今度は民子が心を取り直したらしく、鮮やかな声で、マサオさん、<お>もう半分道来ましたでしょうか大長崎へは一里に遠いって言いましたねい。そうです。一里半には近いそうだが、もう半分のようきましたろうよ。少し休みましょうか。私、休まなくともようございますが、早速お母さんのバチが当たって、 すすきの葉でこんなに手を切りました。ちょいとこれで祝えてくださいな。親指の中ほどで傷は少しだが、血が意外に出た。僕は早速髪を裂いて祝えてやる。民子が両手を赤くしているのを見たとき、非常にかわいそうであった。こんな山の中で休むより、畑へ行ってから休もうというので、 今度は民子を先に僕が後になって急ぐ。八時少し過ぎと思う自分に大長作の旗へ着いた。十年ばかり前に親父がまだ達者な自分、隣村の親戚から頼まれて余儀なく買ったのだそうで、畑が八貫と山林が二丁ほどここにあるのである。この辺一帯に高台は皆山林で、 その間の柵が畑になっている。腰穀を持っているといえば世間体は良いけど、手間ばかりかかって割に合わないといつも母が言っている畑だ。三歩を林で囲まれ、南が開いてよその畑と続いている。北が高く南が低い勾配になっている。母の推察通り、綿は末にはなっているが、 風が吹いたらあふれるかと思うほど綿は縁でいる。点々として畑中白くなっているその綿に朝日がさしているとまぶしいようにきれいだ。まあよく縁でること。今日取りに来てよいことしました。民子は女だけに綿のきれいに縁でるのを見てうれしそうにそう言った。畑の真ん中ほどに 霧の木が2本茂っている。葉が落ちかけているけれど、10月の熱をしのぐには十分だ。ここへ、辺りのきびがらを寄せて、2人が陣取る。弁当包みを枝へ吊る。天気の良いのに山地を急いだから、汗ばんで暑い。着物を1枚ずつ脱ぐ。風を懐へ入れ、足を伸ばして休む。青ぎった空に、 緑のモズも,もどこかで鳴いている声の響くほど山は静かなのだ天と地との間で広い畑の真ん中に二人が話をしているのであるほんとにタミ子さん今日という今日は極楽のような日ですね顔から首から汗を拭いたあとのつやつやしさ にのをた。そうですね私なんだか夢のような気がするの今朝うちを出るときはほんとに決まりが悪くて兄嫁さんには変な目つきで見られるおますには冷やかされる私はのぼせてしまいました正雄さんは平気でいるから憎らしかったわ僕だって平気なもんですか 村のやつらに会うのが嫌だから、僕は一足先に出て、イチョの下でタミさんを待っていたんでさ。それはそうとタミさん、今日は本当に面白く遊ぼうね。僕は来月は学校へ行くんだし、今月とて15日しかないし、2人でしみじみ話のできるようなことは、これから先は難しい。哀れっぽいことを言うようだけど、2人の中も。 今日だけかしらと思うのよ。ねえ、民さん。そりゃ、マサオさん。私は、みちみち、そればかり考えてきました。私がさっき、本当に情けなくなってと言ったら、マサオさんは笑っておしまいなしたけど。面白く遊ぼう、遊ぼう言うても、話を始めると、すぐにこうなってしまう。民子は涙を拭うたようであった。 ちょうどよくそこへ馬が見えてきた。西側の山地からガサガサササに触る音がして、焚き火をつけた馬を引いてウ火むりの男が出てきた。よく見ると意外にも村の常吉である。このやつはいつか向こうのお浜に民子を遊びに連れ出してくれとしきりに頼んだというやつだ。嫌な野郎が来やがったなと思っていると、 いや、マサオさん、こんちゃどうも、けっこうなお天気ですな。きょうはご夫婦でわたとりかな。しゃれてますね。はははおう、つねさん、きょうはダチンかな。たいへんはやくご精が出ますね。はあ、われわれなんざ、ダチンとりでもして、たまにいっぱいやるよりほかに楽しみもないんですからな。とみこさん、いやに見せつけますね。 あんまり罪ですぜ。<laughs> この野郎、しっけえなと思ったけれど、我々もあまり威ばれる身でもなし、笑いとぼけて、常吉をやり過ごした。バカ野郎、実に嫌なやつだ。さあ、民さん、始めましょう。本当に民さん、元気をお直しよ。そんなにくよくよ推しでないよ。僕は学校へ行ったって、 千葉だもの。盆正月のほかにも来ようと思えば土曜の晩かけて日曜に来られるさ。ほんとにすみません泣き面などしてあの常さんって男何という嫌な人でしょう。民子はたすきがけ僕はシャツに肩を脱いで一心にとって3時間ばかりの間に七分通り片付けてしまった。 もうあとはわけがないから弁当にしようということにして霧の陰に戻る僕はかねて用意の水筒を持って「みさん僕は水をくんできますから留守番を頼みます帰りにエビズルやアケビをうんと土産にとってきます私は一人でいるのは嫌だマサオさん一緒に連れて行ってくださいさっきのような人にでも来られたら大変ですもの」 だって民さん向こうの山を一つ越して先ですよ清水のあるところは道というような道もなくてそれこそいばらやすすきで足が傷だらけになりますよ水がなくちゃ弁当が食べられないから困ったなたみさん待っていられるでしょうマサオさんごしだから連れて行ってくださいあなたが歩ける道なら私にも歩けます 一人でここにいるのは私はどうしても。民さんは山へ来たら大変だだっこになりましたね。それじゃ一緒に行きましょう。弁当は綿の中へ隠し着物は天出に着てしまって出かける民子はしきりにニコニコしているはたから見たならばばかばかしくもみ苦しくもあろうけれど本人同士の身にとっては そのらちもなき押し問答のうちにも、限りなき嬉しみを感ずるのである。高くもないけど、道のないところを行くのであるから、笹原を押し分け、木の根につかまり、崖を譲る。しばしば民子の手を取って引いてやる。近く、二三日以来の二人の感情では、民子が求めるならば、僕はどんなことでも拒まれない。また、 僕が求めるならば、やはりどんなことでも、民子は決して拒みはしない。そういう間柄でありつつも、あくまで臆病に、あくまで気の小さな二人は、かつて一度もいう意味に手などを取ったことはなかった。しかるに今日は、偶然のことから、しばしば手を取り合うに至った。この辺の、一種夕うべからざる愉快な感情は、 経験ある人にして初めて語ることができる。タミさん、ここまで来れば清水はあそこに見えます。これから僕が一人で行ってくるから、ここに待っていなさい。僕が見えていたらいられるでしょ。ほんとに正サさんのご厄介ですね。そんなにだだを言ってはすまないから、ここで待ちましょう。あら、エビヅルがあった。 僕は水を汲んでの帰りに、水筒は腰に言いつけ、あたりを少しばかり探って、あけび四五十と、えびずる一目さを取り、林道の花の美しいのを五六本見つけて帰ってきた。帰りは下りだから、無造作に二人で降りる。畑へ出口で、僕は春蘭の大きいのを見つけた。たみさん。 僕はちょっと、あっくりを掘っていくから、このあけびとえびずるを持っていってください。あっくりって何あら、春蘭じゃありませんか。ダミさんは町場門ですから、春蘭などと品の良いことをおっしゃるのです。矢切りの百姓なんぞは、あっくりと申しましてね。赤切れの薬にいたします。<laughs> あら、口の悪いこと。まさおさんは、 今日は本当に口が悪くなったよ。山の弁当といえば土地のものは一般に楽しみの一つとしてある。何か生理上の理由でもあるか知らんが、とにかく山の仕事をしてやがて食べる弁当が不思議とうまいことは誰も言うところだ。今我々二人は新しき清水をくみきたり、 母の心を込めた弁当を分けつつ食べるのである。興味の尋常でないは言うも愚かな次第だ。僕はあけびを好み、タミコはエビズるを食べつつしばらく話をする。タミコは笑いながら、まさおさんは赤切れの薬にあっくりとやらを取ってきて学校へお持ちになるの学校で赤切れが切れたらおかしいでしょうね。 僕は真面目に。なあに、これはおますにやるのさ。おますはもうとうに赤切れを切らしているでしょ。うこの間も湯に入るときにおますが火を焚きに来て、非常に赤切れを痛がっているから、そのうちに僕が山へ行ったら、あっくりを取ってきてやると言ったのさ。まあ、あなたは親切な人ですことね。おますは影ひなたのない肉毛のない女ですから。 私も仲良くしていたんですがこのごろはなんとなし私に突き当たるようなことばかし言って何でも私を憎んでいますよ。あははそれはおます丼がやきもちを焼くのでさつまらんことにもすぐやきもちを焼くのは女のくせさ僕が空あっくりを取っていっておますにやるといえば民さんがすぐにまああなたは親切な人 とかなんとかいうのと同じわけさ。この人はいつの間にこんなに口が悪くなったのでしょう。何を言っても正サさんには叶いやしない。いくら私だっておますが根も底もないや気持ちだくらいは承知していますよ。実はおますも不憫な女よ。両親があんなことになりさえせねば奉公人とまでなるのではない。 親父は戦争で死ぬ。お袋はこれを嘆いたが元での病死。一人の兄が外れ者というわけで、とうとうあの始末。国家のために死んだ人の娘だものを、民さん、いたわってやらねばならない。あれでもみさん、あなたをば大変褒めているよ。いじ曲がりの兄嫁にこき使われるのだから、いっそうかわいそうでさ。 そマサオさん、私もそう思っていますさ。お母さんもよくそうおっしゃいました。つまらないものですけど、なんとかかとか分けてやってますが、またマサオさんのように情け深くされると。民子は言いさして、また話をつまらしたが、霧の葉に包んでおいたリンドの花を手に取って、急に話を転じた。こんな美しい花、 いつとっておいでなしで、リンダは本当に良い花ですね。私リンダがこんなに美しいとは知らなかったわ。私急にリンダが好きになった。おおえー、花。花好きなタミコは礼の癖で色白の顔にそのしこんの花を押し付ける。やがて何を思い出してか一人でにこにこ笑い出した。 ダミさん、なんでそんなに一人で笑って。マサオさんは、リンドウのような人だ。どうしてさ、どうしてということはないけど、マサオさんは、何がなし、リンドウのような風だからさ。タミ子は言い終わって、顔を隠して笑った。ダミさんもよっぽど人が悪くなった。それでさっきの仇討ちというわけですか 口真似なんか恐れ入りますな。しかし民さんが野菊で、僕が林道とは面白いついですね。僕は喜んで林道になります。それで民さんが林道を好きになってくれればなお嬉しい。二人はこんならちもなきことを言うて喜んでいた。秋の日足の短さ、日はようやく傾き染める。さーっとの掛け声で、 もぎにかかる。午後の分はわずかであったから、一時間半ばかりでもぎをえた。何やかやそれぞれまとめて、万女に乗せ、二人で差し合いに担ぐ。民子を先に、僕が後に、とぼとぼ畑を出かけた時は、日は早く、松の小杖をぎりかけた。半分道も来たと思う頃は、十三夜の月が、 木の間から影をさして、雄花に揺らぐ風もなく、露の奥さえ見えるような夜になった。今朝は気がつかなかったが、道の西手に一段低い畑には、蕎麦の花が薄着布を引き渡したように白く見える。コオロギが寒気に鳴いているにも、心止めずにはいられない。ダミさん、くたぶれたでしょどうせ遅くなったんですから。 この景色の良いところで少し休んでいきましょう。こんなに遅くなるなら、今少し急げばよかったに。うちの人たちにきっと、なんとか言われる。マサオさん、私はそれが心配になるわ。今更心配しても追いつかないから、まあ少し休みましょう。こんなに景色の良いことはめったにありません。そんなに人に申し訳のないような悪いことはしないもの。 さん、心配することはないよ月明かりが斜めにさし込んでいる道端の松の切り株に2人は腰をかけた目の先七八軒のところは木の陰で薄暗いがそれから向こうは畑いっぱいに月がさしてそばの花が際立って白いなんというええ景色でしょうマサオさん歌とか俳句とかいうものをやったら ここんな時に面白いことにしいが言えるでしょうね。私らような無筆でもこんな時には心配も何も忘れますもの。正サさん、あなた歌をおやんなさいよ。僕は実は少しやってるけど難しくて容易にできないのさ。山畑のそばの花に月がよくてコオロギが鳴くなどは実にええですな。タミさん。 これから二人で歌をやりましょうか。お互いに一つの心配を持つ身となった二人は、うちに思うことが多くて、帰って話は少ない。なんとなくおぼつかない二人の行く末、ここで少しく話をしたかったのだ。民子はもちろんのこと、僕よりも一層話したかったにそういないが、年の至らぬのと浮いた心のない二人は、 なかなか差し向かいでそんな話はできなかった。しばらくは無言でぼんやり時間を過ごすうちに、一列の狩りが二人を促すかのように空近く泣いて通る。ようやく田んぼへ降りて胃腸の木が見えた時に、二人はまた同じように一種の感情が胸に湧いた。それは他でもない。なんとなく。 うちに入りづらいといいう心持ちである。入りづらいわけはないと思うてもどうしても入りづらい躊躇するいとまもないたちまち門前近く来てしまった「正雄さんあなた先になってください私決まり悪くてしょうがないわ」「よしとそれじゃあ僕が先になろう」「僕はすこぶる勇気を起こし」 古都に平気な風を装て門を入った。うちの人たちは今夕飯最中で盛んに話が湧いているらしい。庭場の雨戸はまだ開いたなりに月が軒口まで差し込んでいる。僕が咳払いを一つやって庭場へ入ると台所の話はにわかにやんでしまった。民子は指の先で僕の肩をついた。 僕も承知しているのだ。今、午前会議で二人の噂がいかに盛んであったか。酔い祭りではあり、十三夜ではあるので、うち中表座敷へ揃った時、母も奥から起きてきた。母は一通り二人のあまり遅かったことを咎めて、深くは言わなかったけれど、常とは全く違っていた。 何か思っているらしく、少しも打ち解けない。これまでは、口には小言を言うても、心中に疑わなかったのだが、今夜は口にはあまり言わないが、心では十分に二人に疑いを起こしたに違いない。民子はいよいよ小さくなって、座敷中へは出ない。僕は山から取ってきた、アケビやエビズル屋を、たくさん座敷中へ並べ立てて、 暗に僕がこんなことをしていたから遅くなったのだとの意を示し、無言の弁解をやっても、何の効き目もない。誰一人それをそうと見るものはない。今夜は何の話にも、僕ら二人はのけ者にされる始末で、もはや二人は全く罪あるものと、目欠されてしまったのである。お母さんがあんまり甘すぎる。 ああしている二人を一緒に山旗へやるとは目の内にも程がある。旗でいくら心配してもお母さんがあれではダメだ。これが台所会議の決定であったらしい。母の方でもいつまで子供と思っていたが誤りで自分が悪かったというような考えに今夜はなったのであろう。今更二人を叱ってみても仕方がない。何 まさ学校へやってしまいさえせば、死災はないと、母の心はちゃんと決まっているらしく。まさやお前はな、11月へ入ってすぐ学校へやるつもりであったけれど、そうしてぶらぶらしていてもためにならないから、お祭りがしまったら、もう学校へ行くがよい。17日に行くとしろ。ええか、そのつもりで小自宅しておけ。 学校へ行くは元より僕の願い。10日や20日、早くとも遅くとも、それに死災はないが、この場合、しかも今夜言い渡しがあってみると、二人はすでに罪を犯したものと定められての仕置きであるから、民子はもちろん、僕にとってもすこぶる心苦しいところがある。実際二人はそれほどに堕落したわけでないから、 頭からそうと決められてはいささか妙な心持ちがする。さりとて弁解のできることでもなし、また強いことを言える資格も実はないのである。これが一か月前であったらば、それはお母さんご無理だ。学校へ行くのは望みであるけど、戸がを着せられての仕置きに学校へ行けとはあんまりでしょうなどとすぐだだを言うのであるが。 今夜はそんなわがままを言えるほど無邪気ではない。全くのところ、恋に陥ってしまっている。あれほど可愛がられた一人の母に隠し立てをする。なんとなく隔てを作って心のありたけを言い得ぬまでになっている。おのずから人前をはばかり、人前ではことさらに二人がうとうとしく取りなすようになっている。 かくまで私心が彫じてきて、どうして立派な口が聞けよう。僕はただ一言。はあ、と答えたきり、何にも言わず、母の言いつけに盲従するほかはなかった。僕は学校へ行ってしまえばそれでよいけど、民さんは後でどうなるだろうか。ふとそう思って、そっと民子の方を見ると、 おますが枝豆をあさっているうしろに、たみこはうつむいて、ひざのうえにたすきをこねくりつつ沈黙している。いかにもげんきのないふうで、よるのせいか、かおいろもあおじろくみえた。たみこのふうをみて、ぼくもにわかにかなしくなって、なきたくなった。なみだはまぶたをつたわって、めがくもった。なぜかなしくなったか。 理由は然しない。ただ、民子がかわいそうでならなくなったのである。民子と僕との楽しい関係も、この日の夜までは続かなく、十三日の昼の光とともに、全く消えうせてしまった。うれしいにつけても、思いの丈は語り尽くさず、うき悲しいことについては、もちろん、 百分の一だも語り合わないで、二人の関係は闇の幕に入ってしまったのである。十四日は祭りの初日で、ただものせわしく日が暮れた。お互いに気のないふうはしていても、手にせわしい仕事のあるばかりに、とにかく思い紛らすことができた。十五日と十六日とは、 食事のほか、用事もないままに、書室へこもり通していた。ぼんやり机に持たれたなり、何をするでもなく、また二人の関係をどうしようかというようなことすらも考えてはいない。ただ、民子のことが頭に満ちているばかりで、極めて単純に民子を思うているほかに、考えは働いておらぬ。この二日の間に、 民子と三司会はあったけれど話もできず微笑を交換する元気もなくうらさびしい心持ちを互いに目に訴えるのみであった二人の心持ちが今少しませておったならばこの二日の間にも将来のことなど随分話し合うことができたのであろうけれどしぶとい心持ちなぞはけほどもなかった二人には その場合になかなかそんなことはできなかった。それでも僕は十六日の午後になって、なんとはなしに以下のようなことを巻紙へ書いて、日暮れにちょっと来た民子に、僕がいなくなってから見てくれと言って渡した。朝からここへ入ったきり、何をする気にもならない。外へ出る気にもならず、本を読む気にもならず、 ただ繰り返し繰り返し、民さんのことばかり思っている。民さんと一緒にいれば、神様に抱かれて、雲にでも乗っているようだ。僕はどうしてこんなになったんだろう。学問をせねばならない身だから、学校へは行くけれど、心では民さんと離れたくない。民さんは自分の歳の多いのを気にしているらしいが、 僕はそんなことは何とも思わない。僕は、民さんの思う通りになるつもりですから、民さんもそう思っていてください。明日は早く経ちます。冬季の休みには帰ってきて、民さんに会うのを楽しみにしております。10月16日、正雄、民子様、学校へ行くとはいえ、 罪があって早くやられるという境遇であるから人の笑い声話し声にもいちいちひがみ心が起きる皆二人に対する嘲笑かのように聞かれるいっそ早く学校へ行ってしまいたくなった決心が決まれば元気も回復してくるこの世は頭も少しく咲いて夕飯も心持ちよく食べた学校のこと 何くれとなく母と話をする。やがて真についてからも、なんだ、ばかばかしい。十五かそこらの小僧のくせに、女のことなどばかりくよくよ考えて。そうだそうだ、明朝は早速学校へ行こう。民子はかわいそうだけれども、う考えまい。考えたってしかたがない。学校、学校。 一人口聞きつつ、眠りに入ったようなわけであった。船で川から市川へ出るつもりだから、十七日の朝、小雨の降るのに一切の持ち物をかばん一つに詰め込み、民子とおますに送られて、矢切りの私へ降りた。村の者の二舟に便乗するわけでもう船は来ている。僕は、民さんそれじゃ、 というつももりでものどがつまたみこは僕に包みを渡してからは自分の手のやり場に困って胸をなでたり襟をなでたりして下ばかり向いている目にもつ涙をおますに見られまいとして体を脇へそらしているタミコがあわれな姿を見ては僕も涙が抑えきれなかったタミコは 今日を別れと思ってか、髪はさっぱりとした胃腸返しに薄く化粧をしている。すす色と紺の細かい弁慶島まで、羽織も長着も同じい米沢紬に品の良い悠然ちりめんの帯を締めていた。たすきをかけた民子もよかったけれど、今日の民子はまた一層引き立って見えた。僕の気のせいででもあるか、民子は、 十三日の夜からは、一日一日とやつれてきて、この日の痛々しさ、僕は泣かずにはいられなかった。虫が知らせるとでも言うのか。これが生涯の別れになろうとは、僕はもちろん、民子とて、よもやそうは思わなかったろうけれど、この時の辛さ悲しさは、とても他人に話しても、 信じてくれるものはないと思うくらいであった。最もっとも民子の思いは、僕より深かったにそういない。僕は、中学校を卒業するまでにも、四五年間のある体であるのに、民子は十七で、今年のうちにも縁談の話があって、両親からそう言われれば、無造作に拒むことのできない身であるから、行く末のことをいろいろ考えてみると、 心配の多いわけである当時の僕はそこまでは考えなかったけれど親しく目にしみた民子の痛々しい姿は幾年たっても昨日のことのように目に浮かんでいるのである。よそから見たならば若いうちによくあるいたずらの勝手な泣き顔と見苦しくもあったであろうけれど二人の身にとっては真に哀れに悲しき別れであった。 互いに手を取って高麗を語ることもできず。小雨のしょぼしょぼ降る。渡し場に泣きの涙も人目をはばかり、一言の言葉も交わし、得ないでとわの別れをしてしまったのである。無情の船は流れを下って早く10分間と経た,たぬ。うちに5丁とくだらぬうちに。お互いの姿は雨の曇りに隔てられてしまった。 物も言えないでしょんぼりとしおれていた不憫な民さんの面影。どうして忘れることができよう。民さんを思うために、神の怒りに触れて即座に打殺されるようなことがあるとでも、僕には民さんを思わずにいられない。年をとっての後の考えから言えば、ああもしたら、こうもしたらと思わぬこともなかったけれど、 当時の若い同士の資料には何らの工夫もなかったのである。八百屋を七は家を焼いたらば再び思う人に会われることと工夫をしたのであるが、我々二人は妻戸一枚を忍んで開けるほどの知恵も出なかった。それほどに無邪気な可憐な恋でありながら、なお親に応じ、兄弟にはばかり、 他人の前にて涙も吹きえなかったのは、いかに気の弱い同士であったろう。僕は学校へ行ってからも、とかく民子のことばかり思われて仕方がない。学校におってこんなことを考えてどうするものかなどと、自分で自分を叱り励ましてみても、何のかいもない。そういう言葉の尻から、すぐ民子のことが湧いてくる。 多くの人中にいればどうにか紛れるので、日の中はなるだけ一人でいないように心がけていた。夜になっても寝ると仕方がないから、なるたけ人中で騒いでいて、疲れて寝る工夫をしていた。そういう始末で、ようやく年も暮れ、冬季休業になった。僕が12月25日の午前に帰ってみると、 庭一面にもみを干してあって、母は前の縁側に布団を敷いて、日向ぼっこをしていた。近頃はよほど体の具合も良い。今日は兄夫婦と男とおますとは山へクズを吐きに行ったとの話である。僕は、民さんは、と口の先まで出たけれど、ついに言い切らなかった。母も意地悪く何とも言わない。 僕は帰り早々、民子のことを問うのが、いかにも決まり悪く、そのまま、例の書室を片付けて、ここに落ち着いた。しかし、日暮れまでには、民子も帰ってくることと思いながら、おろおろして待っている。皆が帰って、いよいよ夕飯ということになっても、民子の姿は見えない。誰もまた、民子のことを一言も言うものもない。 僕はもう、民子は市川へ帰ったものと察して、人に問うのもいまいましいから、他の話もせず、飯が済むとそれなり書室へ入ってしまった。今日は必ず民子に会われることと、人かたならず楽しみにして帰ってきたのに、この始末で何とも言えず力が落ちて寂しかった。さりとて誰にこの苦問を話しようもなく、 タミ子の写真などを取り出して見ておったけれど、ちっとも気が晴れない。またあのやつ、タミ子がいないから考え込んで嫌がると思われるも口惜しく、ようやく心を取り直し、母の枕元へ行って、夜遅くまで学校の話をして聞かせた。あくる日は九時頃にようやく起きた。母はまだ寝ている。台所へ出てみると、 他の者は皆また山へ行ったとかで、おますが一人台所片付けに残っている。僕は顔を洗ったなり、飯も食わずに、セドの畑へ出てしまった。この秋、民子と二人でナスを取った畑が、今は青々と長干している。僕はしばらく経って、いずこを眺めるともなく、民子の面影を脳中に描きつつ、 思いに沈んでいるマサオさん何をそんなに考えているのおますが出し抜けに後ろからそいって近くへ寄ってきた僕が良い加減なことを一言二言言うとおますはいきなり僕の手を取ってもう少しこっちへ来てここへ腰をかけなさいまあと言いつつわらを積んであるところへ自分も腰をかけて 僕にもかけさせた。正サさん、おたみさんは本当にかわいそうでしたよ。うちの姉さんたら本当にいじまがりですからね。なんという根性の悪い人だか。私もはあ、ここのうちにいるのは嫌になってしまった。昨日正サさんが来るのは分かりきっているのに、姉さんがいろんなことを言って、おとといおたみさんを、 市川へ返したんですよ待つ人があるだっぺーとか会いたい人が待ち遠かっぺーとか当てこすりを言ってお民さんを泣かせたりしてねお母さんにも何でもいろいろなことを言ったらしいとうとうおとといお昼前に返してしまったのでさ正男さんがおととい来たら会われたんですよさおさん私はお民さんがかわいそうでかわいそうでならないだよ 何だってあなたがいなくなってからは、まるで泣きの涙で日を暮らしているんだもの。マサオさんに手紙をやりたいけれど、それがよく自分にはできないから悔しいと言ってね。私の部屋へみばんもすずりと紙を持ってきては、泣いていました。おたみさんも、始まりは私にも隠していたけれど、後には隠していられなくなったのさ。私もおたみさんのために、 いいいくら泣いたか知れない見ればおますはもうポロポロ涙をこぼしている。一体お増すはごく人の良い親切な女で、僕と民子が目の前で仲いい風をすると嫉妬心を起こすけれど、もとより執念深い賞でないから、民子が一人になれば民子と仲が良く、僕が一人になれば僕を大騒ぎするのである。 それからなおおますは、僕がいない後で、民子が非常に母に叱られたことなどを話した。それは、概略こうである。いじわるの兄嫁が何を言うても、母が民子を愛することは少しも変わらないけれど、二つも年の老いた民子を僕の嫁にすることはどうしてもいけぬということになったらしく、それには兄嫁もいろいろ言うて、嫁にしないとすれば、 二人の仲はなるたけ咲くような工夫をせねばならぬ。母も兄嫁もそういう心持ちになっているから、民子に対する仕向けは、正雄のことを思うていても到底ダメであると、遠回しに風刺していた。そこへ来て民子が、開けてもくれてもくよくよして、人の目にも止まるほどであるから、時々は物忘れをしたり、呼んでも返事が遅かったりして、 母の感触に触ったこともたびたびあった。僕がいなくなってから二十日ばかり経って、十一月の月初めの頃、民子も他の者のと野へ出ることとなって、母が民子に、お前は一足とになって、座敷の周りを雑巾がけして、それから庭に広げてあるむしろを暗へ片付けてから野にゆけと言いつけた。民子は雑巾がけをしてから、 うっかりすれてしまってむしろを入れずにのえでたところ間が悪くその日雨がふったからそのむしろ10枚ばかりをぬらしてしまったタミ子は雨がふってから気がついたけれどもう間に合わないうちへ帰ってさっそく母にわびたけれど母は平日のことが胸にあるから何も10枚ばかりのむしろが惜しいではないけれど 一体私の言いつけをおろそかに聞いているから怒ったことだ。元の民子はそうでなかった。えて勝手な考え事などしているから、人の言うことも耳へ入らないのだ。というような、随分痛い小言を言った。民子は母の枕元近くへ行って、どうか私が悪かったのですから、堪忍して、と両手をついて謝った。 そうすると母はまた、そう何も他人らしく、改まって謝らなくともだ、と叱ったそうで、民子はたまらなくなって、わっと泣き伏した。そのまま民子が泣き止んでしまえば、何のこともなく済んだであろうが、民子はとうとう一晩中泣き通したので、明る朝は目を赤くしていた。母も夜、時々目を覚ましてみると、 タミコはいつでもすくすく泣いている声がしていたというので今度は母が非常に立腹しておますとタミコと2人呼んで母が震え声になって言うには「相対いいでは私がどんなわがままなことを言うかもしれないからおますは聞き手になってくれ」「タミ子はゆうべ一晩中泣き通した」 定めし私に言われたことが無念でたまらなかったからでしょう。民子はここで私はそうでありませんと鳴き声で言うたけれど母は耳にもかけずになるほど私の小言も少し言いすぎかもしれないが民子だって何もそれほど悔しがってくれなくてもよさそうなものじゃないか私は本当に考えると情けなくなってしまった。 かわいがったのを恩に着せるではないが、元を言えば他人だけれど、血の見子の時から、民子はしょっちゅううちへ来ていて、今の正夫と二つのぶさを一つずつ含ませていたくらい、おますが来てからもあの通りで、二つのものは一つずつ、四つのものは二つずつ、着物をこしらえても、あれに一枚、これに一枚と、少しも分け隔てをせないで来た。 タミ子も真の親のように思ってくれ、私も我が子と思って、よその人は誰だって、二人を兄弟と思わないものはなかったほどであるのに。後にも先にも一度の小言を、あんなに悔しがって、余裕泣いてくれなくともよさそうなもの。市川の人たちに聞かれたらば、斎藤のばあがどんなひどいことを言ったかと思うだろう。十何年という間、 わがこのように思ってきたこともただ一度の小言で忘れられてしまったかと思うと私は悔しい人間というものはそうしたものかしらおますよく聞いてくれ私が無理か民子が無理かなあおます母は目に涙をいっぱいにためてそう言った民子は身も世もあらぬさまでいきなりに 「おます,のひざへすがりついて泣き泣き。おますやお母さんに申し訳をしておくれ。私はそんな大それた了見ではない。ゆんべあんなに泣いたは全く私が悪かったから全く私が届かなかったのだからおますやお前がよく申し訳をそう言っておくれ」。それからおますが、 お母さんのご立腹もごもっともですけれど、私が思うにゃ、お母さんも少し勘違いをしておいでなさいます。お母さんは長年お民さんをかわいがっておいでですから、お民さんの気立てはわかっておりましょう。私もこうして一年ご厄介になっていてみれば、お民さんはほんと優しいおとなしい人です。お母さんに少しばかり叱られたって、 それを悔しがって泣いたりなんぞするような人ではありますまい。私がこんなことを申してはおかしいですが、まさおさんとおタさんとは、ああして仲良くしていたのを、何かのご都合で急にお別れなさったもんですから、それからというものをオさんは、かわいそうなほど元気がないのです。この葉のそよぐにもため息をつき、カラスの泣くにも涙ぐんで、 触ればなきそうな風でいたところへお母さんから少しきつく叱られたから、とめどなく泣いたのでしょう。お母さん、私は全くそう思いますわ。お民さんは決してあなたに叱られたとて悔しがるような人ではありません。お民さんのようなおとなしい人を、お母さんのようにああ言って叱っては、あんまりかわいそうですわ。 おますが友泣きをして言い訳を言うたので、もとより民子は憎くない母だから、にわかに顔色を直して。なるほど、おますがそう言えば、私も少し勘違いをしていました。よくおます、そう言うてくれた。私はもうすっかり心持ちが治った。民家、黙っておくれ。もう泣いてくれるな。民家もかわいそうであった。 マサオは学校へ行ったんじゃないか。くれには帰ってくるよ。なおマス、お前は今日は仕事を休んで、うまいものでもこしらえてくれ。その日は三人が幾度も寄り合って、いろいろなものをこしらえては茶事をやり、一日面白く話をした。タミ子はこの日はいつになく高笑いをし、元気よく遊んだ。 なんといっても母の方はすぐ話がわかるけれど、兄嫁がまがなすきがないろいろなことを言うので、とうとう僕の帰らないうちに民子を市川へ返したとの話であった。おますは長い話を終わるやいなやすぐうちへ帰った。なるほどそうであったか。姉はもちろん母までがそういう心になったでは。 かよわいのぞみもたえたも同様。心細さのやるせがなく、泣くより他に線がなかったのだろう。そんなに母に叱られたか。一晩中泣き通した。なるほど。などと思うと、再び熱い涙がみなぎりだして、止めどがない。僕はしばらくの間、涙の出るがままに、そこにぼんやりしておった。その日は とうとう朝飯も食べず、昼過ぎまで畑のあたりをうろついてしまった。そうなると、にわかにうちにいるのが嫌でたまらない。できるならば暮れのうちに学校へ帰ってしまいたかったけれど、そうもならないでようやくこらえて、年を越し、元日一日置いて、二日の日には朝早く学校へ立ってしまった。今度は、 陸路市川へ出て、市川から汽車に乗ったから、民子の近所を通ったのであれど、僕は決まりが悪くて、どうしても民子の家へ寄れなかった。また、僕に寄られたらば、民子が困るだろうとも思って、幾度寄ろうと思ったけれど、ついに寄らなかった。思えば実に、人の境遇は変化するものである。その一年前までは、 が僕は日曜のたびにたみこの家へ行ったのである。僕はたみこの家へ行っても、他の人には用はない。いつでも、おばあさん、たみさんはそら、たみさんはが来た、と言われるくらいで、あるときなどは、僕が行くと、たみこは庭に菊の花を摘んでいた。僕は、たみさん、ちょっとおいで。 と無理に瀬戸へ引っ張っていって、二ばしごを二人で担い出し、柿の木へかけたのを民子に押さえさせ、僕が登って柿を六つばかり取る。民子に半分やれば民子は一つでたくさんと言うから、僕はその五つをもってそのまま裏から抜けて帰ってしまった。さすがにこの時は、戸村の家でもうち中で僕を悪く言ったそうだけれど、民子一人は ただニコニコ笑っていて、決して正サさん悪いとは言わなかったそうだ。これくらい隔てなくした間柄だに、恋いということを覚えてからは、市川の町を通るすら恥ずかしくなったのである。この年の初中休みには家に帰らなかった。暮れにも帰るまいと思ったけれど、年の暮れだから一日でも二日でも帰れと言うて、 母から手紙が来たゆえ、大晦日の夜、帰ってきた。おますも今年きりで下がったとの話で、いよいよ話し相手もないから、また元日一日で二日の日に出かけようとすると、母が、お前にも言うておくが、民子は嫁に行った。去年の下月、やはり市川のうちで、大変裕福な家だそうだ。 簡単に言うのであった。僕は、はあ、そうですか、と無造作に答えて出てしまった。民子は嫁に言った。この一語を聞いた時の僕の心持ちは、自分ながら不思議と思うほどの平気であった。僕が民子を持っている感情に、何らの動揺を起こさなかった。これには何か、 相当の理由があるかもしれねど、ともかくも事実はそうである。僕はただ、理屈なしに、民子はいかな境外にいろうとも、僕を思っている心は決して変わらぬものと信じている。嫁に行こうがどうしようが、民子は依然民子で、僕が民子を思う心に寸分の変わりないように、民子にも決して変わりないように思われて、その観念は、 ほとんど大石の上に座しているようで、毛の先ほどの気惧心もない。それであるから、民子は嫁に行ったと聞いても、少しも驚かなかった。しかしその頃から、今までにない考えも出てきた。民子はただただ、少しも元気がなく、痩せ衰えて塞いでばかりいるだろうとのみ、思われてならない。かわいそうな民さんという観念ばかり、 高まってきたのである。そういうわけであるから、学校へ行っても以前とはほとんど反対になって、以前は勤めて人中へ入って苦悶を紛らそうとしたけれど、今度はなるべく人を避けて、一人で民子の上に思いを馳せて楽しんでおった。那須畑のことや、綿畑のことや、十三日の晩の寂しい風や、また、 やぎりの私で別れた時のことやを、繰り返し繰り返し考えては、一人慰めておった。民子のことさえ考えれば、いつでも気分が良くなる。もちろん悲しい心持ちになることがしばしばあるけれど、散々涙を出せば、やはりあとは気分が良くなる。民子のことを思っていれば、かえって学科の成績も悪くないのである。 これらも不思議の一つで、いかなる理由か知らねど、僕は実際、そうであった。いつしか、時も経って、忘れもせぬ6月22日、僕が三術の解題に苦しんで考えていると、小遣いが、斎藤さん、おうちから電報です、と言って、机の端へ置いて去った。例の、すぐ帰れであるから。 早速、車間に話をして、即日帰省した。何事が起こったかと、胸に動悸を弾ませて帰ってみると、宵闇のうちのありさまは、意外に静かだ。台所でうち中夕飯時であったが、ただそこに母が見えないばかり、何の変わった様子もない。僕は台所へは顔も出さず、すぐと母の心情へ来た。 あんどんの明かりも薄暗く母はひったり枕について伏せっているお母さんどうかしましたかああ正サよく早く帰ってくれた今私も起きるからお前ごはん前ならごはんを済ましてしまえ僕は何のことかしきりに気になるけれど母がそういうままに早々に飯を済まして 母は帯を言うて布団の上に起きていた僕が前に座ってもただ無言でいる見ると母は雨のような涙を落としてうつむいているお母さんまあどうしたんでしょう僕の言葉に励まされて母はようやく涙を拭きマサオ堪忍してくれタミ子は しんでしまった。私が殺したようなものだそりゃいつですどうして民さんは死んだんです僕が夢中になって問い返すと母はむせび返って顔を押さえている「四十を聞いたら定めしひどい親だと思うだろうがこらえてくれ政男お前に一言の話もせず立って嫌だという民子を」 無理に進めて嫁にやったのがこういうことになってしまったたとえ女の方が年上であろうとも本人同士が独身であらば何も親だからとて余計な口出しをせなくてもよいのにこの母が年がいもなく親だてらにいらぬお世話を焼いて取り返しのつかぬことをしてしまった民子は 私が手をかけて殺したも同じ。どうぞ堪忍してくれ、正雄。私は民子の後を追って行きたい。母はもう、おい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 、声を立てて泣いている。民子の死ということだけは分かったけれど、何が何やらさらに分からぬ。僕とて民子の死と聞いて失神するほどの思いであれど。 今目の前で母の嘆きの一通りならぬを見ては、泣くにも泣かれず、僕がおろおろしているところへ、兄夫婦が出てきた。お母さん、まあそう泣いたって仕方がない。といえば、母は、構わずに泣かしておくれ、泣かしておくれというのである。どうしようもない。その間で、兄嫁がわずかに話すところを聞けば、 市川の何がしという家で、先の男の気性も知れているに、財産も都村の家に倍以上であり、それで向こうから民子を立っての所望、仲人というのも都村が世話になる人である。ぜひやりたい、ぜひ行ってくれということになった。民子はどうでも嫌だという。民子の嫌だという精神はよく分かっているけれど、 正サさんの方は年も違い、先の長いことだから、どうでも何がしの家へやりたいとは、トムラの人たちはもちろん、親類までの希望であった。それでいよいよ、斎藤のおっかさんに意見をしてもらうということに相談が決まり、それでうちのお母さんが、タミ子に幾度意見をしても、泣いてばかり承知しないから、とどのつまり、お前がそう合情を張るのも、 まさおのところへきたい考えからだろうけれど、それはこの母が不承知でならないよ。お前はそれでも今度の縁談が不承知か。こんなふうに言われたから、タミ子はすっかり自分を諦めたらしく、とうとう皆様の良いようにと言って承知をした。それからは何もかも人の言うなりになって、霜月半ばに襲議をしたけれど、 タミ子の心持ちが本当の承知でないから、向こうでもいくらか嫌気になり、タミ子は身持ちになったが、無月で降りてしまった。後の日立ちが非常に悪く、ついに6月19日に息を引き取った。病中、僕に知らせようとの話もあったが、今更マサオに知らせる顔もないというわけから知らせなかった。うちのお母さんは、 たみこがまだ口をきくときから、市川へ行っていて、たみこが行けなくなると、もう泣いて泣いて泣きぬいた。ひと口まぜに、たみこは私が殺したようなものだ、とばかり言っていて、市川へ置いたではどうなるか知れぬというわけから、きのう車でうちへ送られてきたのだ。話さえすれば泣く、泣けば私が悪かった悪かったと言っている。 誰にもしようがないから、まさおさんのところへ電報を打った。タミ子もかわいそうだし、お母さんもかわいそうだし、飛んだことになってしまった。まさおさん、どうしたらよいでしょう。兄嫁の話で、大方はわかったけれど、僕もどうしてよいやら、ほとんど途方にくれた。母はもう半旗違いだ。 何しろここでは母の心を鎮めるのが第一とは思ったけれど、慰めようがない。僕だって、いっそ気違いになってしまったらと思ったくらいだから、母を慰めるほどの気力はない。そうこうしているうちに、ようやく母も少し落ち着いてきて、また話し出した。マサオヤ、聞いてくれ。私はもう。 自分の悪党に呆れてしまった。何だってあんなひどいことを民子に言ったっけかしら今更なんぼ食いてもしかたがないけど私は政男民子にこう言ったんだ政男と夫婦にすることはこの母が不承知だからお前は他へ嫁に行けなるほど民子は私にそう言われてみれば自分の身を諦めるほかはないわけだ どうしてあんなむごたらしいことを言ったのだろう。あ,あかわいそうなことをしてしまった。まったく私が悪党を言うたために民子は死んだ。お前はね明日は夜が明けたらすぐに行ってよく民子の墓に参ってくれ。それでお母さんの悪かったことをよくわびてくれ。ねえい政を。僕もようやく泣くことができた。 たとえどういう都合があったにせよ、いよいよ見込みがなくなった時には、会わせてくれてもよかったろうに。死んでから知らせるとは、ずいぶんひどいわけだ。民さんだって僕には会いたかったろう。嫁に行ってしまっては、申し訳がなく思ったろうけれど、それでも、いよいよの間際になっては、僕に会いたかったに違いない。実に情けないことだ。考えてみれば、 僕もあんまり子供であった。その後、市川を三回も通りながら尋ねなかったわ。今更残念でならぬ。僕は民子が嫁に行こうが行くまいが、ただ民子に愛いさえせばよいのだ。今一目会いたかった。次から次と果てしなく思いはあふれてくる。しかし母にそういうことを言えば、 今度は僕が母を殺すようなことになるかもしれない。僕はきっと心を取り直した。お母さん、本当に民子はかわいそうでありました。しかし、取って帰らぬことをいくら悔やんでもしかたがないですから、あとのことを年頃にしてやるほかはない。お母さんはただただご自分の悪いようにばかり取っているけれど、お母さんとて心はただ。 民子のため政男のためと一筋に思ってくれたことですからよしそれが思うようにならなかったとて民子や私らが何とてお母さんを恨みましょうお母さんの心はどこまでも情け心でしたものを民子も決して恨んではいやしまい何もかもこうなる運命であったのでしょう私はもう諦めましたどうぞこの上 お母さんもあきらめてください。明日の朝は夜が明けたらすぐ市川へ参ります。母はなお言葉を継いで、なるほど、何もかもこうなる運命かも知らねど、今度という今度、私はよくよく後悔しました。俗に親バカということがあるが、その親バカがとんでもない悪いことをした。 親がいつまでも物の分かったつもりでおるが大変な間違いであった。自分は阿弥陀様におすがり申して救うていただくほかに助かる道はない。正親、お前は体を大事にしてくれ。思えば民子は長年の間にもついぞ私に逆らったことはなかった。おとなしい子であっただけ自分のしたことが悔いられてならない。 どうしてもかわいそうでたまらない。民子が今はの時のこともお前に話して聞かせたいけれど、私にはとてもそれができない。などと、また声を曇らしてきた。もう話せば話すほど悲しくなるからとて、強いて一度寝ることにした。母の手前、兄夫婦の手前、泣くまいとこらえてようやくこらえていた僕は、 自分の蚊帳へ入り布団に倒れると、もうたまらなく一度にこみ上げてくる。口へは手ぬぐいを噛んで涙を絞った。どれだけ涙が出たか。隣室の母から、夜が明けたようだよと声をかけられるまで、少しもやまず涙が出た。きたままで寝ていた僕は、そのまま起きて、顔を洗うや否や、まだほのぐらいのに家を出る。 夢のように二里の道を走って太陽がようやく地平線に現れた自分に戸村の家の門前まで来たこの家のかまどのあるところは庭から正面に見通して見える朝炊きにそばを炊いてパチパチ音がする僕が前の縁先に立つと奥にいたおばあさんが目ざとく見つけて出てくる金屋金屋富屋 まさおさんが来ました。まあ、まさおさんよく来てくれました。たいそうはやく。早くさあおあがんなさい。おき抜きでしょう。さあかねや。民子のお父さんとお母さん、民子のお姉さんも来た？まあよく来てくれました。あなたの来るのを待ってました。とにかくに上がってご飯を食べて。 僕は上がりもせず、腰もかけず、しばらく無言で立っていた。ようやくと、民さんのお墓に参りに来ました。雪なる様は目に余ったと見え、よったりとも口がきけなくなってしまった。やがてお父さんが、それでもまあ、ちょっとごはんをすましていったら、ああ、そうですか。それでは、みなして参ってくるがよかろう。 いや着物など着替えんでよいじゃないか。女たちはもう花すすりをしながら、それじゃあとて立ち上がる。水を持ち、線香を持ち、庭の花をたくさんにとる。おだまきう、千日草、天竺ぼたんと、めいめい手に取り分けて出かける。柿の木の下から瀬戸へ抜け、牧塀の裏門を出ると松林である。 桃畑、梨畑の間を行くと、わずかの田がある。その先の松林の片隅に雑木の森があって、あまたの墓が見える。戸村家の墓地は、餅の木四五本を中心として、六坪ばかりを区分けしてある。その程よいところの二墓が、民子がとわの住みかであった。葬りをしてから雨にも合わないので、 ほんの新しいままで力紙なども今結んだようであるおばあさんが先に入れてさあ正夫さん何もかもあなたの手でやってください民子のためにはほんに戦争の供養に勝るあなたの光源どうぞ正夫さんよーくお参りをしてください今日は民子も定めてくさばの陰でうれしかろうな この人にせめて一度でも目を眠らない民子に、まあせめて一度でも会わしてやりたかった。三人は目をこすっている様子。僕はこをあげ、花をあげ、水を注いでから、前につくばって心の行くまで拝んだ。真に情けないわけだ。寿命で死ぬは致し方ないにしても、 長く患っている間に、ああ、見舞ってやりたかった。一目会いたかった。僕も民さんに会いたかったもの、民さんだって僕に会いたかったに違いない。無理無理に強いられたとはいえ、嫁に行っては僕に合わせる顔がないと思ったに違いない。思えばそれが哀れでならない。あんなおとなしい民さんだもの、両親から親戚中かかって強いられ、 どうしてそれが拒まれよう。民さんが気の強い人ならきっと自殺をしたのだけれど、おとなしい人だけにそれもできなかったのだ。民さんは嫁に行っても僕の心に変わりはないと、せめて僕の口から一言言って死なせたかった。世の中に情けないと言って、こういう情けないことがあろうか、もう私も生きていたくない。 我知らず声を出して、僕は両膝と両手を地べたへついてしまった。僕の様子を見て、後にいた人がどんなに泣いたか、僕も我一人でないに気がついて、ようやく立ち上がった。三人の中の誰が言うのか、なんだって民子は、まさおさんということをば一言も言わなかったのだろう。 それほどに思い合っている中と知ったらあんなに勧めはせぬものをうすうすは知れていたのだにこの人の胸も聞いてみず民子もあれほど嫌がったものをいくら若いからとてあんまりであったかわいそうに三人も焦げを手向け水を注いだおばあさんがまた雅夫さん あなた、力身を結んでくださいたくさん結んでください民子はあなたが情の力を頼りにあの世へ行きます南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏僕は懐にあった紙のありたけを力えに結ぶこの時ふっと気がついた民さんは野菊が大好きであったに野菊を掘ってきて植えればよかったいや すぐ掘ってきてきうえようこう考えて辺りを見ると不思議に野菊が茂ってる弔いの人に踏まれたらしいがなおくきたって青々としているみさんは野菊の中へ葬られたのだ僕はようやく少し落ち着いて人々と共に墓場を辞した僕は何にも欲しくありませんごはんはもちろん茶も欲しくないです このまままおいとまねがいます。明日はまた早く登りますからと言って帰ろうとすると、うち中で引き止める。民子のお母さんはもうたまらなそうなふうで、正夫さん、あなたにそうして帰られては、私らはいても立ってもいられません。あなたが面白くないお心持ちは、重々察しています。考えてみれば、私どもの届かなかったために。 民子にも不憫な死にいよ用をさせ、正夫さんにも申し訳のないことをしたのです。私どもはいかようにもあなたにお詫びをいたします。民子かわいそうとおぼしめしたら、どうぞ民子が今はの話も聞いていってくださいな。あなたがおいでになったらお話申すつもりで、今日はおいでか明日はおいでかと、実は家中がお待ち申したのですから、どうぞ。 そう言われては僕も帰るわけにゆかず母もそう言ったのに気がついて座敷へ上がった茶やごはんやと出されたけれどもまねばかりで済ますそのうちに人々皆奥へ集まりおばあさんが話し出した「さおさん民子のことについては私ども一度誠に申し訳がなくあなたに会わせる顔はないのです」 あなたにいろいろご無念なところもありましょうけれどどうぞ正サさん過ぎ去ったことと諦めてご勘弁を願いますあなたにおわびをするのが何より民子の供養になるのです僕はただもう胸いっぱいで何も言うことができないおばあさんは話を続ける実はと申すとあなたのお母さんはじめ 私また民子の両親ともあなたと民子がそれほど深い仲であったとは知らなかったもんですから僕はここでひと言言い出す民さんと私と深い仲とおっしゃっても民さんと私とはどうもしやしませんい,いえあなたと民子がどうしたと申すではないのです元からあなたと民子は 非常な仲良しでしたから、それが分からなかったんです。それに民子は、あのとおりの内気な子でしたから、あなたのことは一言も口に出さない。それはあまるっきり知らなかったとは申されません。それですから、お詫びを申すようなわけ。僕は皆さんにそんなにお詫びを言われるわけはないという。民子のお父さんは、 おわびをいしてくれという。「そりゃあ政男さんの言うのはごもっともです。私どもが勝手なことをして、勝手なことをお前さんに言うというものですが、さおさん聞いてください。理屈の上のことではないです。男親の口からこんなことを言うもいかがですが、民子は命に代えられない思いを捨てて、両親の希望に従ったのです。 親の言いつけで背かれないと思うても、どうりで感情を抑えるは無理なところもありましょう。民子の死は全くそれゆえですから、親の身になってみると、どうも残念でありまして。どうもしやしませんと正夫さんが言うとおり、お前さんたち二人に何の罪もないだけ、親の目からは不憫が一層でな。あのとおりおとなしかった民子は、 自分の死ぬのは心柄と諦めてか、ついぞ一度不足らしい風も見せなかったです。それやこれや思いますとな、どう考えても父と親が無慈悲であったようで、正サさん、察してください。見るとり家中がもう悲しみの闇に閉ざされているのです。愚かなことでしょうが、この場合、 お前さんに民子の話を聞いてもらうのが何よりの医者に思われますから年がいもないことを申すようだがどうぞ聞いてください。おばあさんがまた話を続ける。結婚の話からいよいよ難しくなったまでの話は兄嫁が家での話と同じで今はという日の話はこうであった。 6月17日の午後に医者が来て、もう1日2日のところだから、親類などに知らせるならば、今日中にも知らせるがよいと言いますから、それではとて、とりあえずあなたのお母さんに告げると、18日の朝飛んできました。その日は民子は顔色がよく、はっきりと話もいたしました。あなたのおっかさんが来まして、民屋、 決して気を弱くしてはならないよ。どうしてもいま一度治る気になっておくれよ。民家。民子はにっこり笑顔さえ見せて、矢切のお母さん、いろいろありがとうございます。ながながかわいがっていただいたご恩は、死んでも忘れません。私ももう長いことはありますまい。民家、そんな気の弱いことを思ってはいけない。 「決してそんなことはないからしっかりしなくてはいけない」とあなたのお母さんが言いましたら民子はしばらくたって「矢切のお母さん私は死ぬが本望であります死ねばそれでよいのです」と言いましてからなお口の内で何か言ったようで何でも正雄さんあなたのことを言ったに違いないですがよく聞き取れませんでした。 それきり口は聞かないで、その世の明け方に息を引き取りました。それから正雄さん、こういうわけです。夜が明けてから枕を直させますとき、あれの母が見つけました。民子は左の手にもみの切れに包んだ小さなものを握って、その手を胸へのせているのです。 それでうちじゅうのひとがみなあつまってそれをどうしようかと相談しましたがかわいそうなようなきもちもするけれどみずにおくのもきにかかるとにかくひらいてみるがよいとあれの父ちちが言いいだしましてみなのいるなかであけましたそれがまささんあなたのしゃしんとあなたのおてがみでありまして。 おばあさんが泣きだしてそこにいた人皆涙を拭いている僕は一心に畳を見つめていたやがておばあさんがようよう話を継ぐ「そのお手紙をお富が読みましたから誰も彼も一度に声を立って泣きましたあれの父は男ながら大声して泣くのです」 あなたのお母さんは気が触れはしないかと思うほど口説いて泣く。お前たち二人がこれほどの語らいとは知らずに、無理無体に進めて嫁にやったは悪かった。ああ、悪いことをした。不憫だった。民屋、堪忍して。私は悪かったから堪忍してくれ。 にわかの騒ぎですから近隣の人たちがどうしましたと言って尋ねに来たくらいでありました。それであなたのお母さんはどうしても泣きやまないです。体に触ってはと思いまして、葬式が済むと車でお送り申した次第です。身を諦めた民子の心持ちがこうわかってみると、誰も彼も同じことで。 今更のように無理に嫁にやったことが後悔されたまらないですよ。考えれば考えるほどあの子がかわいそうでかわいそうでいてもたってもいられない。せめてあなたに来ていただいて皆が悪かったことを十分あなたにおわびをしまたあれの墓にも工芸をあなたの手から手向けていただいたら。 少しは家中の心持ちも休まるかと思いまして、きょうのことをなんぼ待ちましたろう。正夫さん、どうぞ聞き分けてください。ねえ、民子はあなたには背いてはいません。どうぞ不憫と思うてやってください。一言一句、皆涙で、僕もいっとき泣き伏してしまった。 タミ子は死ぬのが本望だと言ったか、そう言ったか。うちの母があんなに身を責めて泣かれるのもそのはずであった。僕は、おばあさん、よくわかりました。私はタミさんの心持ちはよく知っています。去年の春、タミさんが嫁に浮かれたと聞いたときでさえ、私はタミさんをけほども疑わなかったのですもの。 どのようなことがあろうとも、私が民さんを思う心持ちは変わりません。うちの母なども、ただそればかり言って嘆いていますが、それも皆悪気があっての技でないのですから、私はもちろん、民さんだって、決して恨みに思いやしません。何もかも、決まった縁と諦めます。私は当分、毎日お墓へ参ります。 話しては泣き、泣いては話し、こうちご、落つちご、いくら泣いても果てしがない。僕は母のことも気にかかるので、もうお昼だという自分に、とむらの家を辞した。とむらのお母さんは、たみこの墓の前で、僕のそぶりがあまり痛わしかったから、途中が心配になるとて、自分で矢切りの入り口まで送ってきてくれた。たみこの哀れなことは、 いくら思うても思いきれない。いくら泣いても泣ききれない。しかしながらまた、目の前の母が、介護の念に責められ、自ら滞在を犯したと信じて嘆いている哀れさを見ると、僕はどうしても、今は民子を泣いてはいられない。僕がめそめそしておったでは、母の苦しみは増すばかりと気がついた。 それから一心に自分で自分を励まし、元気を装うて、ひたすら母を慰める工夫をした。それでも心にないことは仕方のないもの。母はいつしかそれと気がついている様子。そうなっては、僕が家にいないより他はない。毎日七日の間、市川へ通って、民子の墓の周囲には、 のぎくが一面に植えられた。そのあくる日に僕は十分母の心の休まるように自分の心持ちを話して決然学校へ出た民子は余儀なき結婚をしてついに世を去り僕は余儀なき結婚をして長らえている民子は僕の写真と僕の手紙とを 胸を離さずに持っていよう。有名はるけくへだつとも、僕の心は一日も民子の上を去らぬ。